間もなく跳躍が始まる。あなたは私の言葉の意味をよく噛みしめ、そして目覚めの世界へ帰るという。私たちが探している答えはそこにある。ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。悪いけど、本当の無境の中でちょっと眠ってて。
正しい方法を知らなければ死の影から逃れることはできない。また会いましょう。さあ行って。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように。気をつけろ。巡回レンジャーにメモキーパー。このまま去れば誰も傷つきません。でなければ全員死にます。この舞台を譲ってあげましょう。素晴らしいショーを見せてもらったよ。ほら、ゲームはもう始まっている。さあ僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。刀を抜く時です、レンジャー。ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。どうぞ。探していたものですよ。サイは投げられた。さあゲームを始める準備はいいか。喧騒者のクズでしか
何の価値もない。かけよう。このゲーム。僕が勝つ。僕は死をも乗り越えてみせる。すべてを。悪の王に。スロープレイか。わざとらしい。イラつくな。思いっきり楽しむために全てのチップをかけよう。理性を捨ててこそ本当のゲームができる。君ならヒットコールするだろう。知れ。涙雨降りて溢れる渡り。読み字を行けず常よ帰る。もう行くの？ああ。地母神が三度瞳を閉じますように、その血が永遠に巡りますように、旅がいつまでも平穏でありますように、計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。そう、君に見せるしかない。人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか？教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。どういうこと？
時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで、ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころび、ささやく。ホタルよ、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願って。昼と夜は対等でしょうか？善人と罪人は対等でしょうか？人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう？あなたたちの決意は伝わった。今こそ太陽を直視する権利を授けましょう。107336の礎の全能なる調和の手、私に全てを捧げ、誉れ高き超一ハルモニア聖火隊ドミニクス。時は来た、神のムクロから再び増加が生まれる。ダンクン、高校たる異例よ、我が命に従え。ザン！まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れる。すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下すと、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るという。俺たちが探している答えは
そこにある。一つの声が現れた。ピノコニーの最初で最後の不協和音だ。全ての創造は終わる。麦の日に至る。哲学の大臣万象を再構築するのです。なぜ生命体は眠るのか。それはいつの日か。夢から覚めるためだ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢から覚めるとき。あのプロジェクトならうまく処理したと思うわ。氷の星で請求列車に人情を生んで、部門にとってはいい商売だった。久しぶりね、エレーナちゃん。ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。何かトラブル？何でも言って。昔のようにね。乾杯。おお、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でもしげちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。ちょっと開けてごらん。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるので、カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように、人生は短い。だから、もし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利があるでしょ。私たちはそれぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、
君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。